勝山のおひな祭りは、岡山県真庭市勝山の勝山町並保存地区を中心に3月に開催されるイベントである。ひな祭りは、女子の幸せや健やかな成長を願う祭りとされる。中国の道教で人体には、人の形をした3匹の三屍と呼ばれる虫がいて、悪事を働く。これを除くため、人形に五色の着物を着せて、箱に入れ、 川のほとりに埋めて塚を作ったり、川で身を清めて、片城を川に流した。それが3月3日であったことが、今日のひな祭りの始まりとされる。現在のひな人形は、江戸時代初期に様式が定まった。それまでのひな祭りは、朝廷や、公家の祭事であったが、徳川家と天皇家が縁続きになったことで、徐々に京から江戸に伝わり、江戸時代中期には民間にも普及した。 勝山では1998年に午前市辻元店で土火の展示会を開催。その展示会の折、三河工房の土火作家、藤原良次が勝山の町並みが火祭りの雰囲気によく似合うからと提案したこと、またその展示会に2000人が訪れたことをきっかけに、勝山町並み整備事業を応援する会のメンバーが中心となって、 勝山のおひな祭り実行委員会を結成。1999年の3月1日から5日の間、第1回となる勝山のおひな祭りを始めた。第1回は、35件がおひな様を出し、5000人が来訪した。第1回は、午前室地元店で、藤原領事の土火な店が同時開催されている。1999年3月、 地元住民らで作る実行委員会の主催で勝山、町並み保存地区で、勝山のおひな祭りがスタートした。各個の玄関やの木先にひな人形を飾り付け、人口1万人弱の真庭市勝山に、毎年約4万人の観光客が訪れる、一大イベントとなっており、岡山三大ひな祭りの一つである。勝山には三つの大きな祭りがある。10月は、男の祭り、 秋祭り、喧嘩断じり、11月は町民の祭り、ふるさと勝山もみじ祭り、3月は女の祭り、勝山のおひな祭りがある。この町には、おひな様が似合う、という土びな作家の言葉を受け、自宅のひな人形を飾ることから始まった祭りは、当初は約50件だったが、2010年には約160件まで参加が増えた。実行委員は、 1996年結成の勝山町並保存事業を応援する会や商工会が担当している。初回のポスターは土ビナを瓦で撮影しただけの質素なものだった。飾られるひな人形は江戸時代から代々受け継がれたものから平成ビナ手作りビナまで工夫を凝らしたディスプレイが見どころである。おひなの飾り付けは主に女性が行い、 男性は竹を切り出しておひなの舞台作りを行う。おさえびな、きびな、ひな軸、ご所人形、どてん立天神てんなど、ひなの種類は様々である。ひな人形の並べ方は、関東と関西で異なるとされるが、勝山のおひな祭りでは各家で左右が異なる。地元の美まさか、山陰地方の特徴を表した形が多い。 また各家の歴史などにちなんだ図柄ののれんが玄関に掲げられ、お雛通りを彩る。お雛祭りでは着物も飾られて好評を博している。2002年の第4回には前夜祭りも開催されるようになった。前夜祭りではろうそくが灯され、昼間とは違った趣きを醸し出す。勝山のお雛祭りは、 観光客との交流やお茶などによるおもてなしより、リピーターが増えていった。臨時列車が運行され、観光バスや自家用車のために、臨時駐車場も整備されるようになっている。全国から訪れる観光客は勝山だけではなく、昼前高原や湯原温泉など、近隣観光地へ、相乗効果が及ぶ。また、愛知から両地が得で、勝山にやってきた、藩主。 三浦港が、老いがまんじゅうを伝え、現在は、おひな祭りの期間限定で販売されている。期間中に撮影した写真を一般募集し、集まった写真を選定。勝山のおひな祭り写真展として、勝山文化往来館必勝で展覧会を行っている。勝山のおひな祭りは、勝山のおひな祭り実行委員会が主催する。実行委員会は、旧勝山町。 旧勝山町商工会女性部、旧勝山町観光協会、町並み保存事業を応援する会で組織する。また、ボランティアとして、近隣の中学校、高等学校等の生徒、学生も会場案内などの役割を担っている。実行委員会では飲食店、物産販売等に関する穏やかな出店規制を設け、 露天商の出店や販売行為を事実上排除している。勝山のおひな祭りは地域住民が主体で行い、行政が駐車場の整理や開催期間中の案内など、側面的な支援を行っている。このため、勝山町役場から実行委員会への補助金は、開始時はわずか10万円だった。おひな祭りの準備は節分過ぎに始まる。商工会女性部が、 創作ビナの講習会を実施し、参加者は住民だけでなく、遠隔地の参加者もある。講習会で学んだ創作ビナの作り方を応用し、独自の工夫を凝らす人もいるなど、住民の創作活動を組み込み来訪者とのコミュニケーションの機会を作るなどの取り組みも行われている。勝山のおひがまつり実行委員会は、第3回岡山県民文化大賞を 平成14年度に受賞した。また、2008年には、同委員会が、勝山のおひな祭り10周年を記念して、10周年、記念し、勝山のおひな祭りを発刊している。岡山県真庭市勝山にて開催。JR 中国勝山駅から、新町商店街、勝山町並保存地区など約1キロメートルの範囲で、おひな様が展示される。地図、電車、 バス、車、現場には市、現場には商工会、勝山市所女性部玄勝山観光協会、勝山のおひな祭りを長く続けていくためのお約束、として、祭りの目的、祭りの主催者とその役割、おひな様の展示について、飲食店、物産販売についてとして細部にわたる自主規制を行っている。例えば、物産の販売は屋内を原則とし、道路及び敷地内に、 テント類を貼り、あるいは露店での販売はやめましょう。ただし、休憩所として、敷地内に設置する場合はこの限りではありませんなど。主催、岡山県。個性豊かな地域文化の創造、継承に顕著な成果を収めた団体に贈られる証拠のほか広報、勝山、新聞各紙など、ウィキメディアコモンズには、勝山おひな祭りに関するカテゴリーがあります。 ありがとうございます。